おはようございます。今日はおばこ岳に登りたいと思います。コースは奥仙城林道コースで登っていきたいと思います。歩きやすいな、うん、遠かったな。でもめっちゃ遠い遠いわ。今回は紀伊山地おばこ岳に登ります。登山道はアップダウンのある林道で、牛首山まで行くととても綺麗な尾根道に出ます。そこからまた少し歩いて最後の急登を登り切るとおばこ岳の山頂に到着です。素晴らしい大展望に思わず見とれてしまいました。ほんまやな。こう迂回するのかな。あ、そうやわ。うん、踏み当たる。ある？あ、そうなん。ここ？うん。ほんまや。回んねや。この道は基本的に稜線をずっと歩く道やから、うん、結構気持ちいいと思うで、うん、綺麗な。あれタワーあるやん、あそこに。ごまさん、あれほらタワーあるやん歩きやすいな。歩きやすい。おばこ岳まで4キロ。よいしょ。口仙城山って書いてあるんで。ここ口仙城山。うん。フクロウや。なあ。うん。でここが。三角点やな。三角点。おばこ岳まで 3.5 キロ。3.5 キロ。うん、3.5。3.5キロ。あ、牛首山やって、ここが。あ、そこ牛首山。あ、牛首山。うん。ここに三角点ある。ある？うん。で、ここが。これ三角点、牛首山。はい。うん。すごい。すごいな。めっちゃ綺麗。2.5 キロ、うん、今ちょっと夏の匂いがした。夏の匂い？うん。おばこ岳まであと2キロ。お、虫が。
どっかで分岐が出てきて、うん、右に入んねんな。分岐ここやな、うん、よし行こう。うん、まだもうちょっと先。もうちょい。こんにちは。こんにちは。到着。到着です。着いた着いた。じゃあ到着。うん。チャーハンおむすびと紅鮭、それと紀州南高梅のおにぎり、スモークチキンで、これね、玉ねぎのお菓子なんですけど、これやっと最初の登りの登山口のところに帰ってきました。今日は朝の7時15分ぐらいから登り始めて、で今、12時半ぐらいです。で間に40分ほどの休憩を挟んでいます。帰ってきました。